で次最後の曲になります。主催用バンドから全部出しますので皆さんも大いに全部出してくださいね。
藤沢陽にもう一度大きなアクション。イヤマン。こんばんは、三宅洋平です。ようこそ憲法フェスへ。ありがとうございます。選挙フェスの渋谷でですね、非常に印象的な声を響かせてくれた陽ちゃんだったんですけれども、バンドでやるとこんなに凶暴だったんだっていう、はい、僕も今日初めて見たんですけど、なんか政治だって言って集まる場所と音楽だって言って集まる場所の、そのこれまで存在した温度の差を僕らが文化としてどうやって埋めていくかっていうチャレンジだと思います。ここに立って演奏するっていうのは普段フェスとかライブでやってるミュージシャンたちにとってですね、また違うチャレンジになるんですね。まあ、僕は送り出す時に、選挙の時も新しいお客さんとの出会いを楽しんでくれって言って送り出すようにしてるんですけれども、きっとそこからまた受け取る側もですけれど、こう憲法について話す、政治について話すという場でどう音楽を楽しむ、いやでもそこでみんなが頭を振り出すとバイブスが生まれてきて、やっぱり政治の話も熱くなっていくっていう、そういう人間の力は、分かりやすい力を実感してもらえたらなと思ってます。